集。ちょっと待ってくれ、俺たちウミガメの挨拶、しがたいやつをこっちの後ろで見つけたぞ。前から3列目の一番端側、黒っぽい甲羅の大人だな、そこ。よう、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい？大輝です。大輝渋い名前じゃないか。意外大輝、俺が最高を出せって言ったら大輝は両方のヒレを高く上げるんだ。意外大輝笑ってる場合じゃないんだぞ。いくぜ大輝、最高だぜ。おー、やるじゃないか、みんな拍手だ。大輝かっこよかったぜ。よし、じゃあ今度はもう前から2列目行ってみよう、うん、端から2番目のそこどこだ、果たしたいな。よ、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい？コウキです。コウキ、かっこいい名前じゃないか。コウキは今何歳？6歳です。6歳？卵から帰ったばっかりじゃないか。そうか、そうか。コウキは今日誰と一緒に来たの？ママとパパです。そうか、そうか。ママとパパはどこにいるんだ？ひれあげてくれ。そうだと思ってたよ。そうかそうか、パパすげえ笑顔が素敵じゃないか。よし、じゃあママと話そう。ママこんにちは。こんにちは。名前はなんていうの？エリです。エリ、優しそうな名前じゃないか。エリに一つ聞きたいな。後期からいろんなことを質問された経験はあるかい？あります。そうかそうか、俺の息子とスクワートもそうなんだよ。エリ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったら教えてくれてありがとうな。後期もありがとうな。パパごめんな。実はさ、さっきもスクワートに聞かれたんだよ。で、パパ、人間ってなんで僕たちとあんなに違うのって。で、俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからみんな、今日は俺に人間のことを教えてくれないか、協力してくれるならひれあげてくれ。どうだい、おうち最高だぜ。大輝、その調子だ。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。人間の家族ってどれぐらい大きいのって聞かれたんだ。よし、じゃあ家族で来たやつひれあげてくれ。どうだい、家族で来たやつ、みんな上げっぱなしにしといてくれよ。ガイドさん、おーい、一番前の列行ってくるかい、うん、端から5番目の大人、うん、黒っぽいホタテガイを口に当てている透明なゴーグルをつけている。こんにちは。こんにちは。名前は？飯塚です。飯塚は何匹家族？5匹家族です。子供は何匹？3匹。俺65匹。みんな可愛いぜ。末っ子がスクワート、あとは上からキアヌ、ルル、サンディ、ヨンディ、ゴディ、6ディ、7ディ、8ディ、みんな止めてくれてもいいんだぜ。賑やかで楽しいんだ。いずか教えてくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。よーし、今度はみんなの番だぜ。俺に質問したいやつはひれあげてくれ。何でも答えるぜ。どうぞ。クラッシュ、お前の子が質問あるみたいだぞ。ありがとうだ、ハンク。よし、前から2列目行ってみよう。一番真ん中側の子だ、うん、頭に巻き貝を乗せているかい？2枚貝が乗っかってるのかな。そこだよ。こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい？吉川龍之介です。龍之介、かっこいい名前だな。龍之介は俺に何を聞きたいの？好きな魚とかいるんですか？難しいな。海
の仲間はみんな友達、みんな仲良しさ。みんなのことが大好きだな。今後ろ泳いでる魚もみんな俺の大切な仲間だからな。みんなみんな友達だな。今は忙しいみたいだ。数え切れないぐらい大好きな仲間がいるってわけさ。龍之介覚えておいてくれ。いい質問だった。彼に拍手を送ってるぜ。はい、ごめんなさい。他に質問あるか。どうだ、後ろの大人も遠慮するなよ。どうだ、もしガイドさん後ろの真ん中行ってくれるか。一番後ろの列の白い甲羅、頭に2枚が 赤っぽい2枚が勢いで使って傘から細い昆布を下げている。よう、こんにちは。こんにちは。名前は何？若菜です。若菜、よろしくな。質問は何だい？最近彼氏と喧嘩が多くて、今日来る前も喧嘩したんですけど、クラッシュはそういう時どうしますか？それよりも若菜、大丈夫なのか？今そこにいてそんな流暢に構えてて大丈夫？喧嘩したんだろう、だって若菜。あ、今は仲直りしました。そうか、じゃあ大丈夫だ。みんな若菜に応援の拍手だ。おしゃれこのぜ。そうだ、スクワットからもう一つ質問があったんだ。こないださん、これ拾ってきたらしいんだよな。みんなこれ何だか分かるか、分かるやつにひれ上げてくれ。どうだい、分かるやつ。そうだな、分かるやつにひれ上げてくれる。ガイドさん、ガイドさんがいる側の後ろのブロック行ってくれる？で、一番前の列で真ん中の通路から二番目の大人、サーさんと。よ、こんにちは。こんにちは。名前は？みどりです。みどり、みどり、これなんてか教えてくれる？ヘルメット。ヘルメット、ヘルメット、これは何に使うものなんだい？工事現場とか安全管理。安全管理は安全のためのヘルメット。おい、何言ってる。これは俺の家だ。へえ、せっかくいい家を見つけたのに取られてたまるか。緑、あれ家だってさ。そうか、でも人間の世界ではヘルメットっていうんだ。みんな教えてくれた緑にも拍手だ。拍手したい。ここでよし、他に質問あるか。今度はまた俺が答えるぜ。みんな遠慮するなよ。どうだ。おし、ガイドさん、おい、後ろのこっち行ってみる。うん、はい、今度は前から4列目、真ん中通路側、頭に同じく2枚がいる。縦がいるかな、乗っかってる。そこの大人。よー、こんにちは。こんにちは。名前は何？ゆりです。ゆり、質問は何だ？失敗してしまうとネガティブになってしまうんですけど、どうしたらポジティブになれますか？頑張れ。いや、ゆり、すべては君のさ、気持ち次第だぜ。何も落ち込むことはないんだよ。失敗だってさ、ずっとさ、失敗を重ねればいつか成功になるんだ。とにかく、ゆり、君の気持ち次第だ。とにかく上向いていこうな。みんなゆりに応援の拍手だ。お話しさあ、行こうです。なんだ、ハイドロが壊れてる。ハロー、ハロー。ベイリーじゃないか。あいつどこ行くの。おい、ベイリー。うー、クラッシュ、やー。ハロー、人間。じゃあ、ベイリー、得意のエコロケーションみんなに見せてやったらどうだい。見てて、うー、何か見えてきた。うわ、耳が4つある人間がいる。ねえ、あの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。耳が4つ、耳が、龍之介や若菜の頭の上にあるその2つの丸いやつのことだな。ベイ、あれは耳じゃない、二枚貝だ。いや、でもエコロケーションってすげえクールだよな。誰かできるのか。あいつに聞いてみろ。大輝、
大輝、君の出番だぜ。エコロケーションで俺のヒレが何本上がっているか当ててみてくれ。いいかい、まず両ヒレを頭の横にやって目をつぶるんだ。みなより下向いて。大輝、下向いて。そう、いいかい、もう答えるまで絶対に目を開けちゃダメだからな。よし、じゃあうーって言ってみよう。せーの、うーん。いいじゃないか。もう少し気持ちも伸ばして。大輝、まだ目開けるなよ。俺が今あげているヒレ、何本だ？2本。正解だ、みんな拍手だ。ここにいる人間たちがお前の質問に答えてくれたぞ。すごーい。だろう。お前たち最高だぜ。みんなすごーい。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなに会えてすげえ嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう。後ろです。お忘れ物がないようにご注意ください。ありがとう。